はい、おえちゃんと学ぶおすすめコスプレイヤーを見る枠、始まりまーす。おーし、おすすめコスプレイヤー見ようぜ。えー、2021年、あ、これレトさんじゃね違うこれレトさんのコスプレイかサブカル生活まっしぐら、2021年、有名人気コスプレイヤーランキングトップ30可愛い。そんなにおんのコスプレイヤーって。 あ言い方悪いけどコスプレイヤーって大体古刹とかハメ撮りとかで収入やってそうなイメージあるからな。中国だとコスプレイヤーの活動の場はウェイボ欧米だと Facebook だったりします。へぇー。w e i って知らなかった。Facebook がコスプレイヤーの、え、じゃあコスプレイヤーってインスタライブが主軸なんかひょっとして。ツイ日本くらいか、ツイッターって。えー、っと、先行基準、ツイッターのフォロワー数順。 に日本人定期的にコスプレを投稿しているええー、知りたいちょっと今日人気のえなこは飛ばします代わりを探すんであ僕ちなみに相互フォローですああ <laughs> <laughs> かわいい <laughs> いいえなこっていいよななんかさスタイルがさこうしっくりくんのよな 次行こうってそうやな。なんかこふんどしじゃないまさか。下は。ぶっちぎりのフォロワー数って。収入とかどうでもええねん。いおりも、ええ。あ、もうワンツーとーナーもうスケベ顔が。わあ。でもこれの代わりを探す。ミロコこれがさ、これが卑怯なんだ はい、あたしスケベ <laughs> 絶対スケベですやん。はい、チーズじゃないもん。はい、あたしスケベで写真撮ってんの。わかるよな。次いくか。3番目とか誰なんやろ。アマツマリーナ。はーん。なかなか性格はきつそうやけど。かわいいな。 桜あもう露出で勝負しやんタイプかあああかわいいわな甘津様っていうのえー、俺知らないわでも原型なくねまあ加工の嵐よなんか加工してなさそうな感じのが俺は好きなんよな以前は別名義で活動されていました 下がもうそれ実質 VTuber やん一時引退別名で復活したなんかあったんやろな別名の時は化粧が濃すぎるんだよって写真を撮る時はちょっと化粧濃いめに撮るらしい女ってなんでそんなことすんのか理解できん2.5次元コスプレやただの修正しまくりのことよく言うてるだけやねえかよ。何や2.5次元って俺嫌いやねん2.5次元って表現中途半端どっちかに吹っ切れよ まあ、なんかこう次なんか3次元っぽいイラストみたいなのは好きやけどそれのこと2.5次元っていうの嫌いな。<laughs> 天狗ってなんだよ女向けコスプレやヤーなえ女に人気のコスプレやヤーとかいんのさくちゃんすっぴん例のヒートテック自撮りすっぴんで言いながらあのカラコンのサイズはめちゃめちゃでかいけどスタイルがええんてよ かわいいな。素朴そう。でもまあコスプレイヤーですからね。かわいいでしょ。ジャンヌ・オルタ。すごいコスプレすんな。なん、なんのコスプレこれ。パイを使いでーやな。フェイト。ああ、でもコスプレ、なんかコスプレのクオリティ高いな。 コスプレイヤーってさ、自己顕示欲の塊だけでって思ったけど、意外とその、いかにこのキャラクターをよく表現するかって考えながらやってる人もちゃんとおんねやろな。フォロワー数多い人はちゃんとそういうの意識してそう。いないよーって、まあ、稀にいると思う。なるほど。ジャンヌオルタ、サクちゃんって。みんな彼氏いますわ。あたり前やん。何人おると思ってんねん。表ちゃんははは お名前がええやんこいつ表ちゃんああんか正直な感想でいいですかうーん頭悪そう <laughs> <laughs> いやまあ可愛いんでしょうけどなんか俺のこと嫌いなタイプやこの子は俺のこと嫌いなタイプや好きかな好きで追ってくれればまあ考えなくもないけど俺のこと嫌いそううん性格悪そうなんがなんか思ってしまった ま、かわいい、あたしを見て。でも、まあ、コスプレでもなんでもねえやろ、これ。なんか、着ぐるみ、あん、なんか、あ、これコスプレーって言うてこ。コスプレじゃないよ。え、わかんない。これクオリティ高いんか。はい、はい、はい、私かわいいから、こういう格好してコスプレイヤーやでーす。見てください。ってなんか、そんな空気感じる。最近のやつ見てほしいかわいいから許されるのか。<laughs> 変態ですやんコスプレイヤーじゃないこの子変態やなるほどね。ほ後で、あのー、アーカイブの時にモザイク入れといてください。父の部分だけで大丈夫です。<laughs> なるほどね。まあ、俺の好みではないな。ケンケン。何ケンケンって。えこいつあれや。 いより萌えが人気落ちたら、人気出るタイプや <laughs>。はい、スケーベ。あ、酒抱えてるわ。なんでさ、俺、不思議なんやけど。このコスプレイヤーしかり、女しかり。なんで、反転させんの <laughs> 写真を。なんでな自分のことしか考えてないやん。これ。あのね、あの、僕もね。 ディーサル T シャツって言って T シャツをグッズで販売してたんですよ。たまに、あの、今やで言うけど、女の子がそれ着て送ってきてくれんにゃ <laughs> あの、そういう女おんねん、実は。地球上に。送ってくれんやけどそあの、送ってくれる子の、あの、7割以上は反転してます。あの、僕のせっかくのディーサル T シャツがあの反対の文字になってるっていう。みんなね、反転させんのよ。あれなんでなん 鏡の自分が好きやで。内仮面にするとそうなんのあ、自撮りはそうなるんや、そもそもが。判定、勝手になってるんだ。けんけんちゃんて。まあ、お前ら好みのコスプレやいて、おいちゃんにバカにされたーと思っても、好みの問題で許してんゃん。だって俺、アンゴラ村長かわ、俺びっくりした。俺、なんでこんなとこまでパンツずらしてんやと思った。<laughs> 違った <laughs>。お前、パンツ下げすぎやろって。 局部だけ隠しとると思ったら、これパンツじゃねえや。心が汚れてるとそう見えます。はぁ、あ。まあ、可愛いいわな。違うんだよね。でも、僕が求めるコスプレイヤーは、だって、より萌えて可愛いけど、なんか、ちょっと、弱点ありそうな可愛いさやねん。そういうのがええんよな。この、柏木雪的な。ちなみに、柏木雪の弱点は鼻です。そういうのがええねん。俺、AKB で柏木雪好きやってん。 なんかちょっと特徴のある感じのみたいな。いや、褒めてるんやで。何こいつ何 ?7 位、ノン。補修中、えとギャル <laughs> コスプレって幅広いね。ギャルやなこれあ。俺のこといじめてくるから飛ばします。桃月なし子。あこれかわいいよ。 性格も良さそう。こいつかわいと思う。性格悪いかえなんかね、このほっぺたのこのエクボへ辺の出来方がね、あの性格良さそうに見えちゃう。いい訳ねえか、コスプレイヤーの時点で。裏あるあ性格悪いの誰かこいつの恋人おったらリークして。 嘘ですよ。<laughs> かわいいな、これ。あ、ナシコかわいいな。ナシミンの姫としてあがめたらええやん、新しく。これあれじゃないシュタインズゲートじゃねしかも下着のコスプレまでしてて。マキセや。ナシコちゃん。ユータもフォローしてます。 あっ「てんてんてんが」があごめん文章にてんてんてんが多いあの「てんてんてん」の数が多ければ多いほどめんどくさいやつって僕思ってます <laughs> <laughs> じゃあ次「現役看護師コスプレイヤーなんて」へえあ五木明よく聞くねクレオパトラ出てきたやん <laughs> <laughs> なんなん現代の男を意のままに操ろうとしてんの もうあれやろ古つのコスプレのなんかあ、握手会とか行ってさ、こうやってあのブースがあんねやけどさ、そのブースでさ、R18 ののれんみたいなのくぐってさ、あの、あ、いつもコスプレの,さあの写真撮ってくれてありがとうございますって言って、それ一人ずつ交代の時に出るたびに出てくやつ出てくやつがみんなほっぺたにキスマークついてるみたいな、<laughs> そんな唇してやがる。のれんを超えるとそうなんねん。はあ。 いつきあきらさん。ま、あ有名な人や。よく聞くわ。はあ、ははあ、こういう和のコスプレとかもしてます。みやこさんはいつ出てくるのみやこさんはもうコスプレイヤーじゃねえんじゃね宮本あやき。あ、こいつあれや。オープンネックで配信してるやつや。俺こいつ見た目好きなんよ。ただ、こいつの配信喋り方ああの、びっくりするぐらいアホなん。

そんなやったはずなんか一時えなことかこの人とかなんたらこころみたいなコスプレイヤーがいっぱい来てたんよはーこの人何やった10位宮本あっさきなんやこれでへえ「超天ちゃんのコスプレしてる!?」これはかわいいわやっぱ 見た目、なんかエロい。まあアホなんもなんか可愛く見えてきた。クソ可愛いよなメンバー限定猫しか勝たん。えなこにガチ相談。でも幸せなら OK です。えーはべらせるか。 これ何？あ、あ、超んじゃいジェルバンはああ顔だけの女 <laughs> 修正しあんほが可愛いいまでありそうやんな若干プリクラっぽくなってるし「笑点」 いや、いいゲームやったな。これはな、あの、ニーディーガールオーバードーズって言って僕が、まあ、1月の末に実況したプレイリストのおすすめに入ってるんですけど、あのゲームで、あの、すごく楽しみにしてた作品ですごく面白かったです。ぜひ、そちらをご視聴ください。歌って、いいね、良くないね、君にとっては毒だね、いいね、良くないね、それでも飲むんだね。 お今んとこ、じゃあ俺ちょっと押しとくわ。宮本さきな。大人な落ち着いた姿から一変コスプレすると可愛いからかっこいいまでこなす万能コスプレイヤーですって。これはえ、えとりさやかニトリさやかえー、お値段以上やんな。この人だけなんで画像ないの <laughs> ちょ、待って、俺ニトリさやかちゃん覗きに行ってもええ、ピックえこれツイッターだよねなんでこいつないの 運営に嫌われてる <laughs> と,とんずらこいてるーなんか闇があったんやろな、うん、お値段以上かと思ったけどあのうんお値段以上のことしすぎてたんかもしれんなんか詐欺とか何逮捕されたんわかんないけどインスタに移行したみたいな感じかエロすぎて消されたんか これは、カシ唱ロシエル。ああ、ああ、ああ、口とかが独特なタイプあの、オグラユズみたいな感じで。顔もかわいいね。ボーイッシュなんか。これ何のコスプレやろうな。これおすすめだよーって。ニトリ悪くない。お前らの評価も良さそうやな。 なんか案件のツイートしてる <laughs> <laughs> ちょ,ちょ分からんけどいやあ案件か分かんねえあーらースケベボディですわーだってさ普通コスプレやヤーここさ肌が二重になったら太く見えてイヤーって感じで嫌がりそうやけどさこいつしっかりこうやって鍛えてるあこれあの後で切り抜きとかはあのこの辺モザイク入れといてくださいここうまいことえー くびれどうなってんのって。俺もこんな感じだよ、くびれ。な、スタイルがいいね。モザイクで裸に見える。じゃ、濃いめにかけとくか。マジエロいな。で、しかも俺の好きなボブヘアしてやがる。俺に合わせてんやろな。お尻もいい感じだよ、って。おも同じポージングやん。<laughs> え、なにこれ付属品どなお前すごくない再現度。 なんかあるんやろな。ここはこうでみたいな。だってあのよくある二次元のイラストでさ、こうやって、パってあの、変えるとこうやってこれ服,服装だけ変わるみたいなあるやん、ゲームとかで。それやってるやん、一人で。これ加工なんすげえコスプレしてんな。加工はみんなしてんのよ、こいつらは。もうそれしゃあねえ。トレースじゃんって。 ファンクラブ会員限定公開とか、こういうので、整形立ててるんやな。なるほどな。えー、ニトリのツイッターがあるえー、まもうえは、ー、ニトリはそれでいいんや <laughs> ニトリはええ、あの、なんか逃亡したってことにしといた方が面白いから、心の中に秘めとこう。ニトリよかった気になる人は見てね。女の子らしい感じがいいのよね。 みんな写真集とか出してんな。ホナン雫。ふんふんふん。大人っぽいね。ホナン雫なんこれ。あシスルも聞いたことある。オープンレックで配信してるやつじゃなかった。おうんうん。巻き紙してるわ。いくつまでこんなセーラー服着て許されんやろな。 シスルちゃんって。名前がすげえな。シスルって。二十歳ちょい似合う。まあそうだね。似合うまでやね。おいちゃん嫌いそうって。ああ、ギャルだって。<laughs> あの、次行こうとしてた。俺ギャル苦手やで。キャバ嬢みていやな。星野まみすごい AV 女優みたいな名前やな。ハワイナウ。こっちはもう夜だけど。コスプレでもなんでもねえや、お前。 <laughs> 優雅にハワイ生活のツイートしてるやんみんなあたしを羨んでーって可愛いい人ですねインスタ女子なんかこれはいやでもこの子多分ね相当可愛い,いよグラビアの撮影してんのコスプレしてるわあ可愛い,いなんか好き ちょっと素朴っぽいところもあ背低いなこの子1 2 5ンチぐらいや多分身長だいぶ低いわロリコン換気やなええアンゴラ入ってるよなわかるわかるで修正してうまいことするとこういう感じになんねんめっちゃ美少女になんねん いや修正しちゃうんでもええのに。目が死んでるっ <laughs> て感情どこ行ったら。うんうん。あ、でもなんかもうインスタ系やね。ほら、こういうさ、自撮りのツイートーとかがさ、伸びるんやって、こういう。で、コスプレ、過激なコスプレ。あ,これあんま言うこと伸びじゃないな。2時間前か。えー、こういうさ、飯のツイートとかがさ、200いいねとかでさ、 こういうコスプレのツイートがで2000いいねとかでこういう格差で悩むんやってコスプレイヤーはわかるもん俺もツイートの内容とかでさこうバラつくなーとかこういろんなさゲーム実況選ぶんでもさこういうのはウケるんやろうけどこういうのもやりたいなーとかでそういうのやりたいなーとかがウケやん時とかですごい悩むのようなそういう自分の好きなものまあゲーム実況しかり何でもなこういうの共通あんねんツイートとかでも まあ数字なんて気にする必要ないから、でも、こういう飯ばっかのツイートしとると誰も反応しなんでなっちゃうんやって、このバランスが難しいね自分のしたいこととか伝えたいこととか。あ、これはみんな受けるし、まあ俺自分が面白いと思うことしかやらんけど、まあ自分も楽しめてみんなも喜んでくれるな、みたいな。そういうバランスがな、難しいねんな、こういうのってな。めっちゃ気にしてるやん、で。うん。俺が一番気にしてる。 飯のツイート伸びるわけないだろ、俺飯のツイート伸びるんや。おえちゃんちゃんと食べててよかったって。俺昔から飯のツイート割と伸びるんや。なんかどういうとこに需要があるか分かんないね。フレイヤ。<laughs> 俺ならそんな名前で活動しないけどね。フレイヤ。どうもフレイヤでーす。炎タイプやん。メイク薄め。 ああ、あざといわ。もうさ、もう、全国の人に言いたい。あのね、可愛い,いんですよ、この子。ただ、お前らキツネ耳つけたところで吉岡里ホに勝てるわけねえんやでやめとけ。<laughs> あの、もう、パクリと言われ、比べられ、負けるんやでやめといたほうがええ、ほんとに。吉岡里ホに負ける、負けにくく、負け戦はいかなほうがええ。うん。自分でやりたいことなんかもなんけど、 ひどいようで伝え、やりたかったことなんかな、それで便乗して伸びようとしてるんやったら、浅はかや。2番手になろうとしてんのか。何これ、尊みを感じて桜井 <laughs> ちょっと顔見ずに応援するかどうかいこうぜ、まず。尊みを感じて桜井応援する応援しやんどっちこれ、どっちだ 応援するしない。もう意見分かれたな。俺ね、あー、まあ、ぼちぼち売れて長続きしてほしいって思ってる。可愛いしな。まで、待て。尊みを感じた桜井、かわいい。父も、なんか、なんかこれ。入れてるやろ、これ。なんか、こんな綺麗に谷間できるか 尊みを感じて桜えかわいい。お前将棋打てんのかよ本当に。ルール理解できるか大丈夫二不死案まだ戦況は始まって負を動かしてから金をえこれ銀を前に動かして銀をもう一個やってから金を動かしてんな。つまり一手目はこの負か負でその後に銀銀から先に動かして銀を先に動かすタイプなんや。へえ。うんうん。これも7600いいねついてるよ。 大人っぽい感じもいいしスケベすぎないえー、もう人形やん部屋に置いときてえなローで固めて部屋に置いときたいそれで俺の尊みを感じて桜井っていうはあ小峠さん小峠さんがなんかメイクされてるんやけど大丈夫これフィルターで写真撮ってあの小峠さん偉いことになってるけどこれ大丈夫かしら これ、尊みを感じてるんやろうかと、小峠さんは。はい。ま、あそんなコスプレイヤーさんもいらっしゃいます。<laughs> ああ、まあ、みんな加工しまくってるから。桃色レク。すげえな、コスプレイヤーってめちゃくちゃ、おんやな、20位まで見よう。ごめんな、18位以下に対して、あの、飛ばし飛ばしで、ナイルちゃん。でも、 やっぱなんかこういう時はちゃんとコスプレしててほしい。かわいい。みたいな。わあ、これをあざとい女俺あんま好きちゃうねん。とみこ。でこだしのとみちゃんでーす。あ、こいつかわいい。こいつ顔が好み。こいつだけ見させて。とみこ。名前も芋せえのがいい。え、とみこかわいいやん。え、サウスポーじゃ違うこれ。得意の反転取りや。おめえら右利きなのに左利きって勘違いされるから紛らわしいねん、それ。こいつかわいいな。 父もでかいな見せつけておるわトミコちゃん「最善イイで喜ぶ女子に便乗しました私いい女なんですよ」って感じかおいちゃんサウスポーなの俺橋とか鉛筆は左利きやクロスドミナンスですへーええー、でもこれ見るとあれやね若菜ちゃん背の順で並んでんやろうけどさ人間の身長って全然違うな へ俺、デカすぎなきゃなんでもええけど、右クソでかいなって俺も思ってた、197あるなって、あんまりでも写真投稿するタイプじゃないんやな、時々、アンジュルムと佐々木さん好きすぎて涙が出てきます、好き泣き、あまたつみたいな感じで、好き泣き言うてる。 なんか自分の世界観がありそうやな、とみこは。名前的にも。き <laughs> <来>た <laughs> なただのお前らやねえか <laughs> え、コスプレの写真投稿してくれよ <laughs> ただのお前ら。メディアで見なきゃダメなんか。仲 <laughs> 間ー待て。うわ、も俺でもこれやめてほしいね。このアホそうなベロ出して写真撮るの。 うわトミ子のイメージが崩れる私くんねん力命すっきみたいなさベロだしこれのこう下品やねんこういう女ちゃうねんお前性的なんかもうあのそういうのなんか性,性の道具として見るんやったらええけど好きになるならんねんそれいややねんかわいいかほらファックのポーズしてるしほらあれか指ハートみたいなやつか なんか周りに影響されてやっちゃってんねやろな、俺がトミコ救わなきゃ <laughs>。でもなんかトミコいいね。うんうん。うわ、ケツ出してるわ、これ。大きいの、これ、あ,のあちょっちでモザイク入れてください。<laughs> ちょっとむっちりしてるね。あの、まあまケツでかくていいからね。体柔らかそうだね。ムニムニよ。ムニムニムーニーマンって呼ぼう。 で、これでサイズで喜ぶとみコってことか。なるほどね。いや、いろんなコスプレーさん見てきましたね。えぇ、ー、もうそろそろコスプレー飽きたで次行こうって。<laughs> <laughs> いやありがとうございましたご。ご協力感謝です。うんうん。 海外とか興味ねえ、俺、日本人にしか興味ないもん、もしあの今日コスプレイヤーさん見て、あのちょっとね、あの思ってること言ってて、失礼に当たるようなことがあったら申し訳ございませんでした。心よりお詫びいたします